総裁選ですけれどもまあね読売か三景か朝日かそれぞれ分かれるんですが読売は高市石場小泉が競ると。で高市石場がトップで並んでいてで3番目に小泉というですねなんか小泉抜きんで出て。 もう小泉で決まりでしょうみたいな雰囲気から始まりましたけども実際この総裁選始まってみるとどんどん小泉さんの人気が落ちていき石破さんと高市さんが上がっていくというねそれ以外はもうどんぐりの背比べみたいな感じです。はい産経新聞だとあこれね小泉で次いで石破高市というねトップ小泉っていうふうに産経新聞言ってますけども。はい これまあ、まあなんでこうなってきたかというともう皆さんご存知のことだと思いますけどもあの高市さんはやっぱ政策通ですしどんな論点でも自分の言葉でね、えー、いろいろ言われても切り返しながら自分の言葉で説明でできるわけですよ、はい、ですからまあ前回の総裁選の時も高市さんなんてほとんど無名で誰このおばさんみたいなところから始まったんですけども討論番組とかやってるとやっぱりね政策通でよく分かった上で自分の言葉で喋ってるのでやっぱみんなねこう。 えー、集中して見ますよ、ね、あこの人なんか頭いいなとか分かってるなとかね、えー、しかも話す力があるなっていうふうに思って高市さんいいんじゃないのっていうふうにみんななっていってぐん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 伸びていったところで時間切れだったんですねで岸田さんになっちゃったんですけどもあと1週間総裁選、えー、期間があればあの前回ちょっと短かったんですよ今回みたいに長く取っていたら岸田内閣じゃなくて高市内閣になったと思いますだから今回長いので高市さん有利なんですね、まあ、たただだ前回は安倍さんが後ろ盾だったのに今 いいない、えー、そこはですハンデというか安倍さんなき、えー、状況でもそれでもね前回は負けたけども今回は勝つということになると今回ね十分な時間が与えられた中でやっぱね話せる高い字政策を語れる高い地っていう風になってくるとですね決選投票に残ってこられるんじゃないかなっていう風に思います。 で石破さんは基本的に逆張りですからね自民党の普通の人が言ってるのを逆逆逆で言って目立とうとしてるだけなので,で突っ込んでいくと話グダグダなんですよねまあでもそれでも石破さんなりに語れる人ではあるんですねただ石破さんの最大の弱点は党員の人気は高くても世論の人気は高くても議員から人気がない。 それはある意味高市さんと石破さんは共通する部分あるんですよね。もともと古文をこう面倒見てきて高市一派石破一派みたいなのがっつりといるわけじゃないので2人ともそこが弱みなんですけどもでも高市さんは今ね、えー、議員の,あの支持を集め始め始てますよね石破さんはもともとそれができないしそれができるとも思ってないらしいんですよね。だから石破さんのの弱みはそのまま残っていてい 世論とか党員の人気はあるけれども実際に党員からの党員じゃないあの議員からの票が集まらないだって今回5回目でしょ毎回そうですからねはいだからもし高市石場で決戦投票になったらこれおそらく高市さん勝つと思いますよじゃ小泉さんがどうなるかですよね小泉さんはもう超ド級みたいな感じでこの人が出てきたらもう決戦投票どころか 1>, 1回目で決まっちゃうんじゃないかみたいな。だって小泉さんの人気ってやっぱすごかったですからね、まあ、それが蓋を開けてみたら数日でどんどんなんかもう下がってきてるっていう報道が出てきて「えなんで小泉さん失速してるよね?」みたいになっちゃってちょっと小泉さんがまあすごい期待されて出て一気に1週間でガーン落ちましたよね。 このまま落ち続けて終わるのかいやーいろいろとなんか受け答えもあの変なとこもあったけども意外とこういういいところもあるよねみたいな感じで上がってくるのかかどうかですよねでも一応ちょっと各紙ばらつきがありますけども高市石場小泉というのはこれはもう。 まあ、3強になってますからね3人強い状態だと必ず決戦投票に行きますのでこのうちの誰が決戦投票に行くかですよだから高市石破小泉の1人が、まあ、多分この3強はこのまま行く気がしますね最終コーナー3党だけ先頭にいるみたいな感じですかね誰が脱落するかですよ 石破は多分そのままま勝ちますね石破は決選投票でほぼ間違いなく確実、えー、負けますからそうすると高市石破で決選投票に行けば多分高市さん総理になりますよで高市小泉だとどうなるかですねまあ高市石破だったらまあ高市さん行くと思いますで小泉さんちょっと読めないですええー 何かか起きるかもしれないでもなんかこういう並びで見て小泉さん失速中ってなるといよいよ高市さんあるかもしれませんよこれもしかすると私も小泉さん出るって聞いた時にまあこれはもう小泉さん押し切るなっていうね感じはありましたけどもね,ねえも小泉陣営が調子が悪くなったから逆に無難しなくなっていくんじゃないかっていう話も どういうこと、小泉さんが。小泉さんが勝つって言われたのが、言るんだから。こっから引き締めるから。こっから引き締めて、小泉さんがよく見え始めるってこと。い引き締めて、では、さ立て直す。立て直して。だから、いい具合に、中間で。一回落ちたってないよと。良か,かったんじゃないかっていう話も。一度中間で落ちたから、気合入れて戻すというね。はい ゆっくり失速して最後ガーンだとどうしようもないけどもそうなっちゃうのかこれなんとかして立て直さなきゃということでみんなの力で持ち直していくのかちょっと言葉変えてきてきますあでもちょっとなんか高市さんあるかもしれないよない私さすがにね高市さんは安倍さんバックにいないし難しいんじゃないかなとまあ前から言ってるように。 政策論国家間それからあの歴史観でいうと高市さんが一番近いですただ女性天皇容認を言っちゃってるのはこれはダメだと思いますけどもね、えー、まあでも今それは言ってないので今どう見てるかどうか分かりませんですけど一応有識者会議の結論自民党の所見の範囲でということなので、えー、今後女性天皇をやりましょうなんてことは多分高市さんも言わないとは思うんですけどもね、えー、前回の総裁選の時はそういうことを言ってましたからそれは それはダメだと思ってました、まあ、ただ有識者会議の結論が出て自民党の所見が出てるので、えー、石破さん以外はね団結を維持してこの方向性でと言ってい,いますから、まあ、高市さんは今女性天皇を容認するってことは多分言わないと思うんですけどもね、はいえー、ちょっと前回と今回状況が違うので、うん、小泉さん出てきて振り切るように思ってたんですけども高市さんが刺してくるというかね、まあ、あの小泉さんが逃げ切れるか ええー、高市さんが刺してくるかというね、まあ競馬で言ったら逃げと差しですよね、えー。だから高市さんは最初はゆっくりなんだけど、だん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 ,だん,だん近づいて最後ギリギリとこで抜いていくっていうそういうレース展開になれたらいいですね。はい。武田ツニヤスチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時え日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね